イエスネさん、まあ経費という考え方は非常に大事だなと思いますねあのいろんな情報商材買ってまあ中には詐欺とか使い物にならないのもあるでしょう私はそれも込みで経費だと思うんですよそれこそねあの百発百中で一個か二個買ったのがそのまま当たりましたみたいなのは期待してるから詐欺だなんだと言ってねだんだんノウハウコレクターとか億劫になっていくんだと思いますけどもいやそもそも今までの人生の中でね 選択したもの全部が当たりましたかって言ったらいやもっといい小学校行けばよかったなもっといい部活を選べばよかったなもっといい彼女と付き合えばよかったもっといい友人と出会えばよかった今までいっぱいあるわけですよ選択ミスしたものが。でそれが人生だと思うんですよね。百発百中で一個掴んで一個当たりみたいなのは夜中の宝くじでもないと思うんですよ夜店の宝くじでもね。まあ、そう考えていくと、あのー、会社を経営していてね吉谷さん従業員もまさにね高値掴みなんですよねいつも。 従業員を雇いまましした。た。自分の部下に添えましたはっきり言って使える人はほとんどいないんですよどんなに教育しても人を育てようと思ってもその人は教育を受けたり育てられることはもう苦痛なんですよねなんせ金稼ぎに来てるというよりも金をもらいに来てるんでなるべく自分の能力を高めずになるべく自分の時間を使わずになるべく自分の汗をかかずにいっぱいお金がもらえればそれでいいわけですからねそうじゃなかったら教えなくても勝手に育つはずなんですよ まあそもそも職場に来てね、教えてください、教えてもらうのが当たり前って考えてる人は育たないですよ。それこそ昔の根性論じゃないんですけども、教わってること以上に、先輩や上司のやってることを見てね、覚えていく。いや、自分の会社だけじゃなくて、世の中の素晴らしい人すべてを教訓にして、それこそ会社の帰りにね、コンビニに寄りました。うわあ、コンビニの夜中、すげえ店内綺麗だな。いつ掃除してんだろう。品切れ全然起こしてないな。どうやって補充してんだろう。 忙しそうなのののに、よくこれだけの商品扱ってるなあのアルバイトさん、みたいな感じでね全ての人を学びにできれば別に会社の教育を期待しなくてもいいわけですよねどんな職場も第一線ですからねまあそう考えると従業員を雇う経費って本当、はっきり言ってバカバカしくって多分ほとんどの社長さんがそう思われてるんじゃないですかね育てなきゃいけないのみたいな感じじゃないですかえ人材育成しないといけないの人って勝手に育つもんでしょうと自分で考えてそれこそ あの、3歳、5歳の子供なら別ですけども、20歳30過ぎた人間がね、教えてあげないと育たないっていうのはどういうことやみたいな、思うんじゃないかなと思って、経営者としては。ある時私がね、あの、麻雀店の経営だったんですけども、あの、ま、食事のメニューを充実するために、あの、パスタをね、ちょっと食事のメニュー入れようって決めて、ちょっとお湯沸かしとってくれって従業員さんにポンとお願いしたんですよ。で、沸きましたって言うから、えらい早いなと見に行ったら、このぐらいのカップラーメンの、 鍋にお湯を沸かしてるんですよおいおいパスタ作るのにこんなお湯で足りるかみたいなねこっちの寸胴でお湯いっぱいに張ってこれを全部沸かすんだよってああ随分早くできたもんだと思ったよみたいな感じでねそしたらその人はきょとんとしてるわけですよなんと料理をしたことがない三十数歳だったというねだからねこのぐらいできるだろうっていうふうに期待しちゃダメなんだなとね私もね従業員によく言われました 社長の言うこれぐらいっていうのはむちゃくちゃレベルが高いから無理ですよ、みたいなね。あ、俺これぐらいってよく言うけど、あ、みんなにはこれぐらいだったんだね、みたいなね。そんなバカな、みたいな思いましたけども、確かに自分でことを起こそうとする人間と、誰かに養ってもらおうとする人間のこれぐらいってレベルがこんな違ってもしょうがないですよね。うん、まあ、ということでね、私はね、今、 会社を経営していながら誰も雇わないことに対して雇っていた時代にどれだけ無駄に人を雇ってしまったのかってことそれこそ一人としてもねプラスになる従業員いなかったと言ってもいいですだから会社はなくなったんですけどもね私の見る目がなかったのかそして育てる気がなかったのかそもそも人それほど信頼してないのか <laughs> まあ経費という考え方をとって、えー、会社で採用する従業員って考えたらね本当に熱いですよね パソコンって一発買うのに50万100万かかっても育てなくていいですもんね。勝手に使いやすくなってくれるです。最初からできてますから。でも人間って毎月毎月20万30万をずーっと与え続けてもなかなか育たないんですよ。そればかりか反抗して、揉め事を起こして、しまいにはね、吉谷さんが丸坊主にして、殴ってくれって言わないといけないんですよ。なんだこれやみたいな。どんな職場だよみたいなね <laughs>。まあこういうお笑いのエピソードがいっぱい残るのが、 社員を雇う醍醐味かもしれませんけどね経費の K でした